ね、試合終わるんだけど、放置してると1時間かかるんですよ。だから、あと40分もあの行動をすることって無駄じゃないですか。効果先生堂々じゃないやつが今日多いよね。すごいよね。1戦目も起こすわ、3戦目もあの汚いことをするわ。ほんとすごいよね。勝ちに勝ちだけが勝てばいいと思ってるやつってすごいよね。勝てばいいじゃなくて他のことも考えないと、まあ、あんま作りたくない。賢いと思うよ。こんなゲーム終わらねえやつと、こんなゲーム終わらずに最後まで頑張ろうとしてるやつと、こんなゲームに意味がないと思ったけど、ですぐ終わらない。だけど1試合目もまあ俺がいれば勝ってるでしょうし、ハッチは3試合目もリージョンがせこすぎただけだから、
あれね、時間がもったいないからやめた、あれの話。うん、だから俺いれば普通に勝ってる。モラルねえやつが2人だけど、モラルないだけだからね。モラルがないやつ普通にやれば俺勝っちゃうからつまんないけど、簡単だったわ。うん、もうあの超エネで勝ってて最高。真面目にやって負けるとったら、ただね、